はい、こんにちは、116インズです。ロックアウトが明けてから選手の動きが活発な MLB、 FA 市場も単年契約を中心にポンポンと契約まとまっているのもそうですが、昨日はアスレチックスの先発投手クリス・バシットがメッツへトレードされて、トレード市場の方も動きが出てきました。そして今日は昨日のバシットに続いて、ツインズがレッズから先発投手ソニー・グレイの獲得に動き、またもコンオフ注目されていた先発投手が移籍する格好となったわけですが、その数時間後、ツインズがまたもやってくれました。ジョシュ・ドナルドソンやゲイリー・サンチェスら計5人の選手が絡むヤンキースとの大型トレードを発表して球界騒然。久々に大型トレードらしいパッケージが動きましたよね。今回はそんなツインズとヤンキースのトレードに着目して、このトレードによる両球団への影響ですとか狙いを簡単にお話していこうかなと思っています。はい、まずは今回のトレードで移籍した選手たちを見ていきましょう。コンオフほとんど動きがなかったヤンキースがツインズからジョシュ・ドナルドソン、アイゼイア・カイナー・ファレファー、キャッチャーのベン・ロートベッドを獲得。ドナルドソンは契約があと2年残っていますが、その全額をヤンキースが負担するとされます。カイナー・ファレファーは昨日ツインズがレンジャーズからトレードで獲得したばかりの選手で、ツインズ在籍わずか1日で再度のトレードとなりましたね。ドナルドソン、カイナー・ファレファの加入でヤンキース三遊間を一気に固めることに成功しましたし、またロックアウト前よりショートの獲得を目論んでいたヤンキースはカイナー・ファレファをその候補に挙げているなんて話も出ていましたので、ツインズを挟んでようやくそれが実現した形となりました。で、ツインズがヤンキースからキャッチャーのゲイリー・サンチェスと内野手のジオ・ウルシェラを獲得。ツインズはかねてよりドナルドソンの契約を手放したがっていたとされ、今回のトレードでそれを実現させるとともに、ポジションの面でも昨日レンジャーズでトレードしたガーバーの穴をサンチェスで、ドナルドソンの穴をウルシェラでカバーするトレードになったのかなと。ツインズとしてはポジションのニーズを叶えつつ、金銭面で余裕を生むトレードとなりました。ではこのトレードによる影響を続いて見ていきましょう。ヤンキースから見ていきますが、カイナー・ファレファの獲得で当面のショートレギュラーをまず確保できましたね。昨年の途中にトーレスが再びセカンドへ戻り、ウルシェラがショートに入っていましたが、彼もショートが本職というわけでもないため補強は必須の状況。豊作とされるコンフショートの FA 市場でコレアやシーガー、ストーリーといった選手たちに興味を示しているなんて報道も出ていましたが、一方でヤンキースにはオズワルド・ペラザー、アンソニー・ボルペという2人のショートのトッププロスペクトがいるため、彼らに将来のレギュラーを与えるのであれば短期的なつなぎでも問題なく、それであればカイナー・ファレファは適任だと思います。パワーはないものの打率2割7分から2割8分くらいは打てて、でショート守備も非常にレベルが高い選手となっています。もしかしたら来季までにペラザとボルペ2人とも昇格してくるかもしれませんが、カイナー・ファレファはショート以外にセカンド、サード、さらにはキャッチャーもできる器用さも持ち合わせている点も使いやすい選手ですよね。ショートの FA と大型契約せずにカイナー・ファレファを獲得したということは、それだけペラザやボルペの未来をチームが高く評価していることの裏付けでもあるかもしれません。またドナルドソンの加入によって打線の強化にも成功しました。ドナルドソンは契約があと2年総額5000万ドル残っていて、今回のトレードでこの全額をヤンキースが負担することになりましたが、幸いコンオフ新しい労使協定によって贅沢税の課税ラインが大幅にアップしたため、ドナルドソン加入でヤンキースの年俸総額は贅沢税の対象にはなるんですが、ペナルティの額は今のままであればさほど問題にはならない程度です。労使協定が変わったからこそ実現したトレードのようにも思いましたね。今季が36歳のシーズンで加齢による衰えは心配ではあるものの、昨年は135試合でホームラン26本、OPS8 割2分7厘、打球関連の指標も相変わらず優秀で、まだまだ平均以上のバッターとしての活躍も見込めそうで、昨年のウルシェラと比べても攻撃面ではアップグレードと言えるのかなと。ドナルドソンも入ったヤンキース打線は対戦したくないなと思いつつ、ただ気になるのはドナルドソンの契約を引き取ったことで、今季終了後に FA となる予定のアーロン・ジャッジにまともな契約延長のオファーを提示できるのかという点。もちろんヤンキースの財政力なら最終的にはどうにでもなるのかもしれませんが、ここは少し気になりましたね。もしかしたらこの後のトレードで他の大型契約を動かすなんて可能性もあるかもしれません。では続いてツインズ側を見ていきますが、冒頭でも触れた通り、ドナルドソンの大型契約から解放されたのが何より大きいですよ。それでいてガーバー、ドナルドソン本人の穴をサンチェスとルシェラで埋めたのはなかなかうまいなぁと感じました。サンチェスはここ2年打撃面で全く振るっていませんが、2017年と2019年は30本打ってオールスターにも選ばれたくらいのキャッチャーですし、ウルシェラも平均以上のサード守備に加えて平均以上の打力があることを2019年2020年と示した選手でもあります。
コンテンダーでシーズン迎えながらも昨年予想外に最下位に沈んでしまったツインズも、今日のグレイ獲得も含めうまくチームを整備して今季もう一度勝負できる体制を整えつつあるなと感じましたね。ヤンキースはおそらくレンジャーズに対してカイナー・ファレファ獲得へアプローチかけていたと思うんですが、そこで話をまとめられなかった状況をツインズが利用してドナルドソンの契約を渡しつつ補強につなげた印象もまた受けました。また今日のトレードでツインズはさらなる補強に動けるようになったのかもしれません。移籍した選手たちの今季の年俸、一部まだ今季の年俸決まっていない選手もいるため MLB トレードルーマーズの予想額を載せていますが、ヤンキース側の今季の年俸の負担がドナルドソンの2300万ドルにカイナー・ファレファの490万ドル、ロートベッドの最低年俸も合わせると約2860万ドル、対してツインズ側の年俸負担がサンチェスの790万ドルに、ウルシェラの655万ドルで計1450万ドルとなっていて、差し引きこのトレードによってツインズは今季の年俸を大体1420万ドル程度浮かせたことになります。今日レッズとのトレードで獲得したグレイの今季年俸が1070万ドルなので、それを含めても昨日時点と比べて300万ドルくらい総年俸少なくなっていますし、ツインズの過去の総年俸の推移も考慮すると、頑張ればあと4000万ドル近いお金使えるのではとも言われています。ツインズはカイナー・ファレファを放出したことで再びショートのレギュラーを誰にするかという問題に直面するんですが、ヤンキースとのトレードが発表された後にトレバー・ストーリーに興味を示しているなんて話も出てきていて、このクラスの選手の獲得もどうも視野に入れているようです。4000万ドルの資金があればストーリークラス1人は余裕で獲得できるはずなので、この後ツインズが FA 市場で大きな動きに出てくる可能性もありそうですよね。ショートに限らずツインズできれば投手陣ももう少し強化したい印象も受けますので、ツインズの補強まだまだ続くかもしれません。トレード出た余裕資金をどのように活かしていくのか今後も注目していきましょう。ところで話は変わりますが、今回ヤンキースへの移籍が決まったドナルドソンは、同じくヤンキースでプレーする先発投手ゲリット・コールとやや因縁めいたものがあるんですが、こちらは大丈夫なんですかね。昨年6月に MLB の粘着物質の規制が本格化するくらいの頃にコールのスピンレートが激減したことを公に指摘していましたよね。この発言はヤンキースファンの怒りも買って、シーズン後半のニューヨーク遠征時にドナルドソンはヤンキースファンからのブーイングを浴びたこともありました。さすがにヤンキースの選手となった以上今度はファンも歓迎してくれるでしょうが、ドナルドソンとコールの関係性はどうなるのか、ここもちょっと今季気になるところでしょうかね。ドナルドソンの入団会見があればこれに関する質問もしかしたら出てくるかもしれませんので、これにドナルドソンがどう回答するのかも注目したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。